台列車の中です。こういう感じでお部屋が並んでます。私の部屋番号はちょっと暗くて見えないですが6です。で、突き当たりにお手洗いがあるそうです。で、お部屋はここです。中はこんな感じです。こうやってコンセントもあって、これ何かというと、じゃん、開くとドン、流しになっているんですね。なんでこう顔も洗います。よかった、化粧水も空港で没収されたので、先ほどマックスバリューで買ってきました。やっと今日はパックして眠りたいと思います。それで、そうなんです。ちょっともう待ち疲れてくたびれました。で、こんな感じ。私のチケット。これなんだろう。何ですかね。で、これ、机ですね。あー、なるほどね。こう机。机かな。電気をつかないと、そういう仕組みですね。で、窓、カーテンもきちんとついてます。で、この取っ手の部分を折りたたむと、ベッドになります。あ、誰か取ってきました。で、上の方にはマットと、これは枕が。もう眠りたいです。もう眠ろう、食いますという感じの、バンコクからチェンマイ行きの個室、一番上等な、これは列車個室 1等級のお部屋になります。もうこのくたびれた感がすごいありますよね。はい、じゃあもう寝ます。7時半ですけど、もう寝ます。ではまた翌朝お会いしましょう。じゃあおにゃおー。ちょっと見落としていたところがあるんですけど、これ見てください。天井と雪と読書と、あ、こっちつけたらいいの、読書とつくのかな、おいよ、つかない。電球が切れてるってことだ。たんですけど、これ見てください。 JR 西日本、なんか見覚えある感じだなと思った。日本語でした。で、上見ると防犯牛ボタンって書いてます。日本の電車なのかな。ございます、のぞみいたです。私は今寝台列車に乗ってチェンマイを目指しているところなんですが、あと30分ほどで着くということで、だんだん景色も変わってきました。ちょっと、もうすぐ、もうチェンマイ入ってるのかよくわかんないんですけど、お見せします。窓の外はこんな感じです。朝日が眩しいですね。じゃん、はい、
初めて寝台列車っていうものに乗って旅をしてるんですけど、すごくいいですね。私気づいたんですけど、仕事とかなんでも人間関係とか遊びとかの、まあ、とりあえず全般的に、私いろいろ変化がないと面白くないタイプらしく、やっぱ飛行機乗って、空の上で雲ばっかりの世界っていうのもすごく綺麗で美しくていいんですけど、こうやって寝台列車って、まあ、列車っていうものが沖縄にはないので、すごく沖縄の人にとっては馴染みがない乗り物なんですね。で、この乗っててずっとやっぱ景色が変わっていくのを見るってすごく面白いなと思いました。ただ何気ない風景なんでしょうけど、やっぱ変化があるっていうのはいいなって、ただそれだけなんですけどね。でさっきから見てると、夜中は真っ暗だったので外の景色あんまり見ることができなかったんですけど、こうやって朝になって見てみると本当に緑いっぱい囲まれた自然が豊かなところだなっていう感じがします。でこれでも今家がポツポツと見えてきてるんですけど見えました。自転車乗ってる人見てたんでバイバイしたらバイバイしてくれました。なんか旅ってこういう風に普段やらないこと、まあ私やったりするんですけど、やらないこともなんか開放的になっちゃって楽しいですね。はい、じゃあまた寝台列車からのもっとチェンマイの駅に近づいてきたらレポートしたいと思います。チャオニャオー。